ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎美孝です。高齢者を高齢者にね、なるように情報を配信しているところであります。今日は2024年の1月の28日日曜日です。3冊シリーズの第3弾へ行ってみたいと思います。これは綾小路きみまろさんの中高年登りきってもいないのに下り坂という中で、もうこれもあとわずかになりましたね。あと 2,3 回で終わるような形になってまいりました。今日は第5章相変わらず骨董にはまっていますというね、中からお送りしたいと思います。今日は私は立派な骨董病というですね、私の骨董収集は焼き物や壺が中心でしたが、最近では好きなものが増えました。例えばこれはむしろ織機かっこむしろ編機かっこ正確にはその一部ですが、なかなか深い味わいがあります。むしろ織機はその名の通り、むしろを織る、かっこ編む、球、お見せできないのが残念ですが、なんとも愛おしい姿形をしているのです。一見しても、よく見ても、ただの木のようなものにしか見えませんが。でも、このむしろ織機の体の一部を見ていると、私はもう夢心地、天にも昇るような気持ちになるのです。ほう。君まろ、大丈夫か？なんならいい病院紹介するぞ。言いたくなりますね、これ。ご主人、まあそれはご親切に。いえいえ、なんとも失礼な。私には独創力がいえ。私には想像力がいいえ。想像力があるのです。初めの想像は作る想像ですね。下の次は思う想像。私には作る想像力がいいえ。思う想像力があるのです。ああ。このむしろ織機を使って先人の方々がむしろを織っていたんだろうな。むしろを引いてその上に座って一家団らん、家族みんなでご飯を食べていたのかな。むしろを使ってござを作ったこともあるのかな。ひょっとしてむしろ旗を作ってそれを掲げて一揆を起こしたこともあるのかもしれない。想像はどんどん膨らみます。そういうことを勝手に想像するのが好きなんです。むしろ子供頃使ってましたね。いろんなことを使ってましたね。むしろは確かに、まあもちろんむしろに座ることもあってだんだんありましたし、むしろの上に、もみを干したりしましたね。乾かすんですね。そうだね。それと大豆を、こういった大豆豆を皮のまま干してそれを乾かして、豆をまた取るとか、まあむしろの上は使いました。雪の風景がむしろを引いて滑らないようにしたりとかですね、そうですね、屋根に上がるときに滑るときにはむしろ引いて屋根に上がったとか、まあ、いろんな形でむしろは使いましたので、ね、分かります。かき氷の器でも面白いものがあるんですよ。私が見つけたのは明治の終わりから大正にかけて作られたもの。色合いがとても綺麗なんです。薄いピンクの器もあったりして、まるで奥様のお若い頃のほっぺのよう。かき氷と比べれば次に来るのはアイスクリーム。そうです、アイスクリームの器も集めているんです。時代はこちらも明治の終わりから大正にかけて作られたもの。当時の人たちはこれにマロンのアイスクリームを持って大正ロマンを味わっていたのでしょうか。これまた勝手な想像ですが、きみまろさんもその器でアイスクリームを食べてるの？そんな質問を受けることもありますが、私はこれに焼酎や日本酒を入れて楽しんでおります。大正時代のあのアイスクリームが少し溶け込んだ甘みが出て美味しいですよ。そんなわけありませんが。でもこの器でたまにお酒を飲んでいるのは本当。お酒を飲むのもちょうど良い大きさで重宝しています。かき氷やアイスクリームの器は小さな器ですが、大きな器もあります。それは火鉢。火鉢。大きな火鉢の中に土を浅めに入れ、サボテンを植えます。その火鉢を2個並べ、それらの上にガラスの板を置いてテーブルにしているんです。そうすると
骨董の火鉢に加えてサボテンも鑑賞できる。どうですか奥様、私の顔に似てなかなかおしゃれでしょう。こんな顔していますが私は想像力だけじゃなく、これ思うですね、なくて作る方の想像力もあるのです。誰も言ってくれないので自分で言いますが骨董品は可愛いです、素敵です、美しいです。まるで奥様のよう、奥様ご自身も今ではすっかり骨董品ですが奥様怒らないでくださいね。私はこういう芸風なんです。毒を抜かれた金丸は歌を忘れたカナリアみたいなものなんです。でも本当に骨董は女性みたいなものです。欲しいと思ってもなかなか手に入らない。巡り合わせも大切、まるで男女の出会いのよう。私はすっかり骨董病、骨董品に囲まれていると思わずにんまり至福のひとときを味わえるのです。と金丸さん、なるほどね。もう一つ聞きます。肩は凝らずにペルシャ絨毯に凝っています。ペルシャ絨毯に凝ってるんですか。骨董に続いて最近では絨毯にも凝っています。これが結構な凝りようで、ご主人の肩と同じくらい凝っているかもしれません。絨毯はペルシャ絨毯が最高です。たまたま日本に住んでいるイラン人の友人がいて、彼を通して購入しています。ペルシャ絨毯を敷いていると殺風景な部屋も引き立つんです。私の事務所にも1枚引いてみたところ、部屋の中はまるでアラビアンてんてんてんとまではいきませんが、確かにどこか華やぎます。決して安くはないこのペルシャ絨毯、代表されたお客様は気づいてか気づかずか、誰一人として遠慮せずに皆さん土足で踏んで縦断しています。でも仕方がないのです。避けて通れないのです。絨毯は踏まれる運命にあるのです。それが絨毯の役割、私と一緒。私は仕事から笑われる運命にありますがペルシャ絨毯で好きなのはだいたい1890年代とか1930年から50年代あたりのもの。やっぱり古いものが好きなのです。昔遠いところに住む裏若い乙女たちが細かな模様の一つ一つを織り込んでいたのです。そう思うと長いものに巻かれてばかりいる私はペルシャの絨毯に巻かれたいという思いに駆られます。妙な妄想するんじゃない。実際はひげもじゃの親父たちが汗をだらだらかきながら頑張って織っていた。冗談じゃありません。いいえ、冗談じゃありません。絨毯じゃありません。絨毯じゃありません。いいえ、冗談じゃありません。私の持っている冗談は、いいえ、絨毯は、裏若い乙女たちが織っていたのです。これは妄想ではありませんが、事実でもないかもしれません。私の願望です。今も健在でしたら、100歳くらいかもしれませんが。なるほど。まあ、誰が織っていたかはさておき、ペルシャ絨毯は1枚。織り上げるまで小さなものでも1年くらいかかるのだそうです。ものによっては5年くらいかかるものもあるほど手のかかる品なのです。そうした貴重なものに土足で上がっていいのか、純日本の私は思ったりしますが、使わずに飾っておくよりは絨毯も喜んでくれるのではないかと思ったりします。奥様の尻に敷かれっぱなしのご主人も、亭主の上に座りっぱなしの奥様も、たまには本場のペルシャ絨毯に触れてみてはいかがでしょうか。私の事務所に来られても困りますが。はあ、よく聞きますね。時々見たこともあります。本物かどうかよく分かりませんけど、まあ、何百万としてますから、まあ、本物なのでしょうかね。買うつもりありませんが。値段交渉したことはありません。まあ金丸さん、骨董に凝ったり絨毯に凝ったり、まあいいんじゃないですか。人生後半に来て自分の至福のひとときが得られるようなものを見つけたというのはいいですね。そう言われれば高齢者や高齢者になるためにはやっぱりそんなものもね、あれはそれが喜びを膨らませてくれますね。
そしてお互いにそれを相手なされながら交換し合って喜びを分かち合えたら、いい人生、いい高齢者、光り輝く高齢者になるコツがそこにはありますね。いや今日もそうですね、私もみーちゃんチャンネルを前に進めて喜び合う、できたらお互いに喜び合うようなチャンネルの発信登録というか動画の発信ができればと思っております。どうぞ引き続いてみやちゃんチャンネルよろしくお願いしたいと思います。今日も張り切ってゴーゴーゴー、ごきげんよう。